はい、では今から実際に演奏してみようと思います。まずですね、今から演奏するのはジャーマンコンサートピアノって言われる音色ですね。で、この音の音色の特徴は、ドイツ系のピアノってすごくずっしりしてて正統派なピアノなんですね。とても高音と低音がはっきりなってくれるようなあのピアノなので、ドイツ系の作曲家バッハとかベートーベンとかあとシューベルトなんかがすごく合うんですね。で、今から実際に弾いてみるんですけど、今からバッハの平均律1番って言われる一番有名な曲ですねを演奏します。